せーの、メリーチャンネル。はい、どうもメリーです。皆さんお久しぶり、元気してましたか？久しぶりに動画撮っていきたいと思います。あのね、なんか急にね、ラジコン作りたい、ラジコン作ってそんで遊びたい、急にね、やりたいってことで、アマゾンに行ってみましょう。RC か。RC か。10分の1、スケール。何かないかな？かっこいい。かっこいい。あのね、小学校の頃、結構ラジコンね、ハマっていろいろ作ってたんだけど、だんだんね、少しずつ離れてって、長い年月が経って、大人になったらまた作りたくなるっていう、結構、そういう人結構多いと思うんですけど、まさに今それ。ねえ、このアバンテとか、ねえ、なんか昔はもう高くて、ものすごい高級なおもちゃ。で、子供の自分たちには全く手の届かないものだったような気がしますけど、実際ね、こうやって、おぉ？バギー？ああ、いいね、これ。これはバギー。懐かしいね。なんかなって、昔、遊んでたモデルが今もあるんだね。だって昔からブーメランとか、ワンテとか、グラスホッパーとか、ありましたよね。あ、なんかかっこいい。昔からあったのも今もあるんだ。なんかタイヤがでっかいラジコンってあったよね。なんだっけ？ランチボックスだっけ？あ、そうそう、これこれ、ランチボックス。懐かしい、ランチボックス。25年も前からあるんか、お前は。変わらずその姿で。あるんかい。ミッドナイトパンプキン。うわ、懐かしい。これ俺持ってたわ。お前もいるんかい。25年経ってもいるんかい。やべえ、懐かしすぎる。ちょっと買ってくるわ。あ、もう決めた。ミッドナイトパンプキンにする。ちょっとミッドナイトパンプキン買ってくるわ。じゃーん。TT02 シャーシ。スバル WRX。買ってきた。ミッドナイトパンプキンを買いに行って、TT02 買ってきたよ。とりあえず、あのね、B 型ね、優柔不断なんで、カツ丼屋さん行ってね、カツ丼注文しないで、カレーを食べるっていうね。まあいいでしょう。とりあえず、外見はこんな感じ。ああ、いいね、そそるね。なんか昔より箱ちっちゃくなったかな。ちょっと開けていきましょう。じゃん、うわーうわー、やべえ、めっちゃワクワクする。ああね、こんな感じだったよね。うん、ビス関係、スプリング、金属関係の部品と、ポリカーボネイトのボディね。これね、あのタイハウスのところ丸く切るの大変だよね。昔は切れてるモデルキットとかもあったと思うんだけど、今回買ったやつ切れてません。おめえが切れよ、勝手におめえが切れよって感じ。お前が切れよって感じかな。で、あれもない、あのマウント用のピンの穴とアンテナの穴、どこも開いてないね。何にも開いてない。まあいいでしょう。後々これもね、作る楽しみだよね、やっぱり。はい、続きまして、ちょっとどいてくれる。さあ次。落ちた。落ちた。あ、来た。はい、それから部品、 A 部品かな。 A から ABCDEFGA 部品、B 部品、E 部品、C 部品、E、T。あ、これバンパーね。バンパー。タイヤ、ゴムのタイヤ、ホイール、それから、あ、まだまだ出てくる。結構、こう見るとね、結構部品って多いよね。あ、これ、シャーシね。シャーシだかシャーシだか。どっちが正解なの？それから、取扱説明書とデカール、ステッカー。これで、以上ですね。はい。あともう一個あるな。なんだっけ？ああ、これ。
届いて。はい、アンテナね。アンテナ、でも、今回ね、使うメカ、受信機アンテナないんで、これはいらないかな。いらないからあなたにあげるよ。はい。はい、これが説明書ね。あー、なんか懐かしいね。一個一個ギア周りから作っていくようですね。ちょっとね、動画の枠がちょっと微妙なんで、そろそろ終わりたいと思います。この続きはね、また別動画でやっていきたいと思います。それでは、また次回動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。